皆さんこんにちは。通販の専門家が教える騙されずに賢く利用する通信販売人文無知ラジオの時間です。この番組は通信販売を安全かつ賢く利用してもらうためのお話を通信販売コンサルタントの大石さんと私フリー MC の佐藤とで進めていきます。はい、今回もよろしくお願いします。はい、お願いいたします。はい、今回も前回に続き皆さんには北海道の株式会社 N ピュアさんの収録を聞いていただきます。はい、まあ、男2人のね掛け合いなんでまあお聞き苦しいところもあるかと思うんですけども、興味深い内容はね、はい、興味深い話ですから。そうですね。はい、まあ、早速それでは流していきたいと思いますんで、はい、ぜひお聞きください。はい、今回のゲストも前回に引き続き北海道札幌市にあります株式会社 N ピュアさんに来ております。株式会社 N ピュアの成美社長にお話を伺っていこうと思います。成美社長、今回もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、前回の話で、まあ、いろんな、8個、まあ、もともとは株式会社成美で、函館から2時間ぐらいのところに会社があったんですけども、はい、そこからいろんな事情があって、まあ、独立をされて、株式会社 N ピュアさんに変わったと。はい、でそれと同時に、前いた土地からこの札幌市内に移転したというお話も聞きました。はい、でその当時私が20年ぐらい前にお邪魔した時に取り扱ってた商品は、まあ、蜂の子を粉にした蜂っ子シリーズっていうのがメイン商品だったんですけども、はい、約10年ぐらい前に石鹸とか化粧水とかのスキンケア商品をまあ出されて、今はそれがメインの商品、まあ、一応商品ということで販売されてるっていうお話を伺ったんですけども、前回のお話の中でちょこちょこ波動っていうお話が出てきたんですけども、はい、私波動って宇宙戦艦ヤマトの波動エンジンとか波動砲とか、波動砲ですね、はい、それしか分かんないんですけども、波動ってちょっと分かりやすく説明していただけますでしょうか。まあでもまさにそういう感じです。そういう感じまあ、お医者さんがこの間ねお話しされてた、たまに行くその鍼灸湯の先生が、はい、オーリングテストというのをやって、はい、反射を見るという話聞きましたけど、はい、まさにそれを商品開発に応用しているイメージですね。わからない。わからない、うん、そうですよね。波動、まあ、結局のところですね、波動ってな、波が動くって書きますよね。そうです、そうです。我々の体とか、まあ、物も全部そうなんですけど、はい、全部その原子でできてるじゃないですか、うん、分子原子で、はい、でそれってこう揺れてるみたいなんですよ、はい、波があって、でさらにその目に見えない世界のところまで突き詰めちゃうと、はい、全部その波動でできてるっていう考えに行き着くみたいなんですね。うん、死んでるものは波動がないんですか、動いてないんですか。あると思います。あるんですか。結局その物体として存在してる時点で波動があるんじゃないかと。ああ、なるほどね。まあ、もっと言うとその空気とか目に見えないものも全部おそらくその波動で説明できちゃうんじゃないかと思うんですけれども、ただその説明は置いといて、はい、実際、体にいいとか、はい、あんまり合わないとか、うん、それが、まあ、お医者さんの場合はオーリングというもので、はい、ハリキヨン先生がやっていただけてるってことですよね。はい、で実際それを体験してらっしゃると思うんですけど、はい、それをですねこの数値で表すということがどうやらその20数年前に、はい、できるようになったということらしいんですよ。それが波動値っていう値ですね、数値で出ると。やっぱりその何て言うかな、例えばその例えばなんかサプリメントであっても化粧品であってもその商品の波動値を測ってそれの値が低いってことは人体に対して、うん、そうですね、効果が低いというか、共鳴するかしないかということなんですね。共鳴するしたら高くなる、ね、はいはい、波動値が、はい、それは例えば人間、まあ、大石っていう人間もいるし成美社長っていう人間もいますけども、一人一人も違うもんなんですか。本来は一人一人違うと思います。でもそれで商品開発は当然できないですよね。はい、でそこのところなんですけど、一人一人やっぱり育った環境も違えば、はい、普段の食生活も、はい、おそらく遺伝的な要素も、そうですね、全部違うと思うんですよ。はい、
ところがその地球上に存在してるっていう共通項はあるんですね。あ、はい、ってことは地球あと人間っていう人間というね、はい、でまあ人間に限らずその木とか、はい、動物とかいろいろ存在してますけれども、はい、うん、全てその地球由来の元素でできてるんですよ。あ、地球上にいる地球上にいるということは存在するものは、はい、ってことはその地球という、うん、自然現象というか、はい、自然の摂理というか、うーん、それが一番その大きな波動のもとになってるんじゃないかっていう考え方なんですよね。なるほど、うん、そうすると、まあ、自然の摂理に、いかにそのかなっているかどうか、うん、かなっているものほど人間の体と奥のところで共鳴するわけですから、だからその表面的なことじゃなくもっともっと奥のところということは、その沖縄でスピリチュアルとかそのオーリングとかやられてる方も波動という言葉は使ってないけども根本的には波動と同じような考えってことなんですかね、はい、あのなんて表現するかの違いだけだと思います。そうですよね、はい、ということは波動値でそうやって数字を出して値を分析して値を出してる商品は沖縄の人にはとっつきやすいといえば、なんかああもしかしたら親しみやすいかもしれないですね。親しみやすいような気はしますよね、はい、ただ波動っていう言葉がちょっと分かりにくいだけであって、まあ、皆さんが日々生活の中でいろんな先生とかで診断されたりそういうふうにしてると思うんですけど、それとほとんど変わらない。今お話伺ったら、はい、なんか言ってること一緒やなっていう、そうですか、はい、感じがしたんですよ。まあ、うん、ベースはやっぱり同じですよ ね。いかにその自然界と調和が取れてる状態かどうかということなん で、ね、それが心も体も健康な状態だと、まあ、地球と共鳴してるとか自然界の摂理にかなってる生活をしてるとか、そこがベースですよね。なるほど、うん、で NP屋さんの商品は、まあ、全ての商品、はい、まあ、その8個シリーズもそうですし、そのメンション品であるスキンケアシリーズもそうなんですけども、全てその波動値っていうのを分析で出して、はい、波動値のその影響が高い数値が高いもので商品開発をしてるっていうことでいいんですかね。はい、そうです。ということは、まあ、当然スキンケア商品もそれなりにやっぱり他社と全然違うところがあると思うんですけども、まあ、スキンケア商品って化粧品ってむちゃくちゃ多いじゃないですか。そうですね。で女性は必ずスキンケア化粧品って使うものなんで、でもねこんだけパワーがある商品やったらぜひ使ってみたいと思うんですけども、他社商品と違いというか、うん、こだわりというか、それをちょっと教えていただけますか。あ、まあ、他社さんのことはねあんまりわからないんですけど、あ、はい、ただおそらく他社さんもそれなりに皆さんコンセプトがあって作られてると思うんで、はい、ご自分に合ったところの使われたらいいと思うんですよ ね、まあ、ですね基本的には、うん、ただうちはこんなコンセプトで作ってますよっていうのは、はい、まあ、元々はあの先週もちょっとお話ししたんですけど、はい、まあ、敏感肌の娘さんのためにお母さんが作った手作り石鹸がうちのスキンケアの原点なんですよ。我が子を思う思いで作ったっていう思い入りの深いやつですよね。市販の石鹸が結局使えないぐらい敏感肌だったらしくて、うん、はい、それでお母さんが自分で、まあ、パーム油とか、はい、オリーブオイルとかココナッツ油とかを混ぜて作ったベースの石鹸があって、はい、うん、はい、でたまたまそれを自分が使わせてもらった時に、はい、ものすごくもう感動したんですよ。その優しさとか、うん、使い心地に、はい、でこんないいもんだったら本当うちの通販のお客さんにも紹介したいなと思って、扱い出したのが、はい、もう今から17、8年前ですかね。まあ、ただその時ってまだその化粧品、まあ、石鹸も我々プロじゃないですから、はい、サプリメントの方はね、はい、もう扱ってましたけれども、はい、まあ、その石鹸はただそのお母さんは販売できるだけ作れないと。まあそうですね、まあ、自分で作ってたらね数はねあの家庭の鍋で作ってたんで、そうですね、ですからまあ販売するんだったらどっか工場探さなくてはいけないということだったんですけど、はい、当時北海道にはそういうその鍋で作るような、はい、そのなんていうんですかね、ちょっと普通の作り方じゃない石鹸を作る工場がなかったんですよ、はいはい、なるほどね、で北海道になくて東北にもなく、はい、東京にもなく、あ、そうなんですか、大阪にもなくてどんどん下がっていったんですよ、ね、はい、
で福岡で見つけたんですよ。福岡でこれだったらうちできますよっていう石鹸作る会社があって、でそこで、お母さんのレシピを渡して作ってもらったのが、はい、そもそものうちの石鹸の始まりなんです。でその時もあのうちの波動の顧問の先生に、はい、この原料とこの原料を混ぜたら、はい、もっと波動が高くなるのとか、ただその原料としては波動が高くても相性が良くないとダメなんですよね、はい、それで相性のいい素材を選んで、はい、しかもその配合の比率も、はい、これぐらいの比率何対何で混ぜると一番波動が高くなると、はい、でそれをこう研究していったらですね、なんと2年もかかっちゃったんです、石鹸作るのに。そうなん、何でもそうですけど、結構波動で、まあ、そういうことをやられてる会社さん私も 何社か知ってますけども、本当素材と素材を掛け合わすと急に低くなる場合もあるんですよね。そうなんですよ、あれは相性ですよ、皆さん苦労されてますけど、まあ人間同士もそうですもんね。そうですね、やっぱり相性が合わないあるんで、はい、で原料同士相性の合う素材、うん、でそれを何対何で混ぜるか、はい、で実際それを使ってみてどうかと、はい、モニターさんの試験も兼ねてですね、うん、でそうするしても2年ぐらいかけてようやく石鹸ができました、はい、で実際使ってもらったらものすごい反響で、うんうん、もうこれ以外使いませんと、とにかくもう優しさにびっくりしたっていう声が、はい、もう全国的に広がってったわけですよね。まあ、そういうね敏感肌で悩まれてる方って全国たくさんいらっしゃいますよね。多かったんでしょうね。ただまあそういったお母さんたち、はい、まあ、もしくはその使われてる女性の方が多かったですけれども、はい、使ってみて、はい、いい石鹸は手に入ったからいいと、うん、でこれをその同じようなコンセプトで化粧品作れないんですかっていう声がですね、ものすごくこうリクエストが来たんですよ。結構化粧水で肌ボロボロになってる女性いらっしゃいますもんね。あ、そうですか、はい、あ、きっとまあ自分はあんまり化粧品で使ったことがないと思ったんだけど、はい、結構そういう話聞きますよね。あの例えばアレルギー性の皮膚炎だけじゃなくて、本当に普段はそういうアレルギーはないんですけども、そのある薬品にその敏感になって、うん、それ使ったら真っ赤になったとか、ブツブツできたとか、痒くなったとか、そういう方で悩まれてる方って結構いらっしゃると思うんですよ。やっぱりあの相性があるんですよね。そうですね、男は別にねそんなに敏感じゃないんで、化粧水ちょっとつけてもはい、ベタベタするの嫌やなぐらいしかないんですけど。そうなんですよ、だから自分もそういうリクエストがあったはいいけれども、はい、全くどうしたらいいか分かんないし、はい、それで波動の先生に相談したんですよね、はい、まあ、そしたらおそらく開発は可能だろうと、じゃあやってみましょうかと、はい、まあ、ところが波動の先生も男性で、はい、まあ、いろいろあの知識はあるにしてもやっぱり そうですね、1からっていうか0からですから、はいはい、そこからまた肌に良さそうな原料を探して、うん、相性を見て比率を決めて、うん、なんと4年半かかりました。いやでもそれだけ4年半かけてでも出したかった商品じゃないですか、うん、やっぱりその開発の過程でできるものってね、あるんですけど、うん、それをうちの奥さんとか娘が使ってたらですね、うん、ちょっとした肌荒れ治っちゃったんですよ。でこんないいもんだったらやっぱりもっともっといいものを突き詰めて開発していきたいねっていうことで、やっぱ4年半かかっちゃった。あ、それが素晴らしいですよね。大抵の会社は4年半もかかったらもう途中でも中途半端でもいいから、とりあえず使えるから出そうかとか、もう3年もかかってもこれ以上コストかけれないからもうやめちゃおうかって途中で諦める会社多いと思うんですよ。まあ、ただもともとねうちはそのサプリメントで、はい、もう事業をしてたので、特にその新しいものをやるっていう理由はなかったんですよね。いやでも素晴らしいと思いますよ。4年半かけて、ね、まあ、出来上がった商品で、まあ、元々はそのアレルギーじゃなくて敏感肌のお子さん向けにお母さんの思いで作った商品を、まあ、拡大していったと。そうですね、その思いをコンセプトにして化粧品に生かしたということですね。化粧品スキンケアに生かした、はい、あのその敏感肌の方だけじゃなくて他にもこんな方にぜひ使っていただきたいとか、そんなあります？あのオールマイティですね。オールマイティ、もうやっぱ4年半もかけて作ったんで、もうどんな方でもとりあえずは試してもらいたいと、うん、あの例えばその何ていうかな、敏感肌じゃなくて普通肌の人がつけた感想とか、はい、そういうお客さんの声ってどんなあります？はい、
私が乾燥肌だったってことに気づかなかったとかですね、要はそのうちの化粧品つけた時にものすごくこう染み込んでいく感じがした、浸透する感じがして、他は突っ張るとかそんな感じってことですね、はいはい、それまでの状態がいかにその不安定だったか、乾燥してたか、それが初めてそのうちの使って分かりましたっていう方はものすごく多いですね。ああなるほどね、まあ実際に自分が乾燥肌なのかしっとり肌なのかって分かってない人がたくさんいらっしゃいますよね、はい、だからそういう方にもぜひ使っていただきたいと思いますし、沖縄の方には特にそのなんていうかな、神秘的というか、そうですね、やっぱりそのヒーリングということはもう自分は13歳の時に出会ってからずっと続けてるんですけど、はい、今でもうちの商品って基本全部自分ヒーリングしたものを出してるんですよ、はいはい、そういう目に見えないエネルギーも、はい、ちょっと感じ取っていただけると嬉しいかなと思います。これ那覇のスタジオで収録してる時にはアシスタントの佐藤さん女性いらっしゃるんですけども、はい、今の話を聞くと多分ねアシスタント使ってみたくなってるんじゃないかなと思いますけど、佐藤の話も好きなんですか。そこは分かんないです。でもやっぱり沖縄にずっと住まれて最近ね住まわれてるんで、こういうものにはまあとそれと女性ですからやっぱりその肌にその波動の数値を使ってその肌にいいものでお母さんのこんな思いから生まれた商品っていうのもありますから、やっぱり女性やったら一回試してみたくなるような商品かなと僕は思うんですけどね。そうですね、で、まあ、初めての方用にお試しセットも作ってるんですけど、はい、これはもう量は本商品のままなんですよ。本商品をお試しとして使っていただくのが一番いいかなと思って、まあ、それぐらい自信があると。そうですね、もう使っていただけたら分かるんじゃないかなと思ってます、ね、使わないとね言葉だけじゃ分からないと。まあ石鹸で2年半、化粧品で4年半ですから、はい、もう本当に足掛けスキンケアシリーズっていうのは8年ぐらいかけて生まれた商品なんで、だからもう使っていただけたらよくわかるんじゃないかなと。なそれにつきます。 NPO さんは基本通信販売だけですよね。はい、うち通販だけですね。ということは沖縄であっても沖縄県外であっても、もう通販で購入するしか、そのお試しセットを注文するとかも、はい、通販だけです。その注文の仕方っていうのはちょっと最後になりましたけど教えていただけますか。はい、インターネットでご注文いただけますし、はい、楽天市場さんの方にも出店しています。なんで検索をかければ N ピュアでいいんですか。はい、N ピュアでいいです。 N ピュア、まあ化粧品って入れなくても、はい、N ピュア入れていただくだけで、はい、うちの高波動商品がいろいろ出てきますので、あ、はい、まあ、ご興味のあるものはサンプルは全部ありますから、そのお試しセットもそこのネットから注文できます。できます。はい。フリーダイヤルとかでも、はい、電話でも大丈夫ですか。フリーダイヤルは平日の日中しかつながりませんけれども、はい、いいですか、ね。あ、全然いいです。はい。0120-8739-85 ですね。もともとうちは八個という商品から始まってますので、はいはい、花咲く八個と。いうフリダリをつけたのがきっかけなんですけど、あ、なるほどね。あ、でも分かりやすいです。花咲く 8個、はい、0120-873985、はい、0120-花咲く8個に電話していただくと、はい、この札幌の、こちらの N ピュアの方につながりますから、はい、そこで、まあ、スキンケア欲しいんだよとか石鹸一回試してみたいんだよって言っていただければ大丈夫と、はい、安いですから。安いですか。はい、もうとっても取っかかりやすいと思います。なるほど。送料なんかやっぱり沖縄に送るの高いじゃないですか。はい、お試しは無料なんです。あ、これは北海道から無料なんですか。はい、だからおそらく沖縄に送ると赤字になると思います。はい、でもとりあえず使っていただくと、はい、もう絶対次を買いたくなるような商品ですよね、これ。はい、実感いただけると思いますよ。なるほど。はい、いや、もう今日は本当にね、私も北海道までわざわざじゃないんですけども、たまたま北海道に来る機会があったので今回 NPO さんお邪魔させていただいたんですけども、いや本当にお話伺えて本当に15年ぶりぐらいに、本当に変わりなく、いや本当に お声をかけさせていただいて、本当にいい商品の情報をもらえたなと思ってます。会社とかね、鳴海社長のことは昔から本当に知ってたんで、もういい商品、まあ悪い商品は絶対作らないっては分かってたんで、今回お声をしてこのインタビュー
にお邪魔させていただいたんですけども、じゃあそろそろね、もう今回も時間切ったようですね。今月のゲストは北海道札幌市にあります株式会社 NPR の鳴海修平社長でした。鳴海社長に、ここ1ヶ月ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。さあどうでした？はよー、なんかすごいお話を聞けましたね。ねえ、はい、なんだろう波動、難しい話かなとも思ったんですけど、波動はね、あれだけいろいろ説明していただいたんですけども、うん、やっぱりまだわからないですけど、まあでもすごいのかなと。そうですね、うん、うんうん。でもなんか私ちょっと腑に落ちたのが、この自然の摂理に従って、はい、でこの自然の中に馴染むようにっていうお話を聞いた時に、あ、はいはい、確かに前回あの化粧品の感想のところをお伝えさせていただいたんですけど、はいはい、なんかすごく自分の肌とかに馴染む感じがしたんですよね。あ、なるほどね。でなんかいい化粧品、例えば高い化粧品だからといっていいわけではなく、高くてもなんかちょっとベタつくなとか、こう乗ってる感じがするなとかいう感覚はあって、だからこの NPR さん の,、はい、化粧水とか美容液に関してはそれはなかったんですよ。すごくスッと馴染む感じが本当にして、だからそれはやっぱりそういう波動を見て取り入れてるから、この人体にも合うんだなっていうのはちょっとお話を聞きながら、なるほどなと感じました。まだ分からんけどまあでもね、そのなんか馴染む、うんうんうん、やっぱり馴染むこと、化粧品なんか特にそうじゃないですか、うん、肌にね浸透していきますから ね、うん、それが感じられるっていうのはやっぱり素晴らしい商品ですし、本当にそう思います。まあ、インタビューの中にもありましたけども、4年もかかってるとね。4年、すごいですね。4年は普通はね、うん、すごいコストと労力と時間、ね、情熱もそこにね、そうなんですよ、すごい入ってますから。なんか本当にね、 NPR さんって、まあ、女性の方、まあ、化粧品はほとんど女性の方使われると思うんですけども、はい、NPR さんって聞いたことある方ってほとんどね、まあ、言い方悪いんですけど、ほとんどいらっしゃらないとは思うんですけども、本当にね、ちっちゃい会社でも情熱と思いと、で、ね、手間暇かけて、本当に自分たちのね、ためになる、そのね、はい、いろんな悩みを持ってる、肌の悩みを持ってる方に合わせたいい商品って、まあ、NPR さんだけじゃなくて他のとこもあると思うんですけども、そうですよね、本当に名のないところでも一回ね、使って試していただいて、そう思います、うん、実感していただくことが必要なんで、うん、本当に宣伝ばっかり、まあ、広告テレビとか新聞とかネットとかでね、広告でバンバン出してて、名前有名な会社もいいですけども、本当にその名前も知らないようなところでもいい商品たくさん、そうですよね、作ってると思うん で、うん、でその広告とかをしない代わりに4年半のこの研究開発にね、お金を使ってるっていうところはすごく信頼にもなりますし、そうですね、いや本当に何よりお試しセット、この石鹸丸ごとついてくるっていう、うん、結構私も使わせてもらったんですけど、結構大きいんですよ、うん、なのでそれが無料だ、大体ね、無料でついてくるお試しセットの設計ってちっちゃいんですよね。ちっちゃいですよね、うん、ちっちゃって感じなんですけど、うん、でかいんですよ。チロルチョコレートみたいなやつですもんね。いやいや、本当そう、普通はね、普通はいや、それのね、もう本当何倍、5、6、だいぶでかいですね、うん、でそれがお試しセットでついてくるっていうのはもうすごいお得ですし、使ってもらったら分かると思います。さらにお試しセットは沖縄も送料無料とこれはすごいですよね。鳴海社長、赤字ですっておっしゃってましたもんね、うん、赤字です。ただでしょう、まあ、商品自信があるんでね、うんうん、使っていただいて試していただければ、そうですよね、はい、うんうん、もう絶対自信を持ってる商品なんで、本当にいい商品だと思いますんで、はい、ちょっとでもね、そのアレルギーというか敏感肌というか、うん、ちょっとお肌に お悩み持ってる方は一、うんうん、回ね、取り寄せてお試しセット使ってみたらね、うん、使ってみたらいいんじゃないかなと思います、うん、本当にそう思います、うん、ね、お子さんもいらっしゃる、ね、アレルギーの方とか本当に増えてますしね、はい、はい、あともうそろそろ1分ちょっとになってきました。本当ですね、はい、いやーっていうことですかね。また来週も、来週ではない、今月は日曜日が5回
ね、5回ありますから、はい、はい、そうですね。ということで次回は、そうですね、今まであの皆さんからの質問を何回か答えていたんですけども、今回質問が来てないんで、あらであの収録も実はこのインタビューを本当やったら3回分撮ったらよかったんですけども、はい、うっかりして寒くてうっかりしてまして2本しか撮ってないんで、またあの寒さ、ね、まあ、でも通信販売のいろんなお話最近してなかったので、いろいろ、ね、結構ゲストが続いてたんで、はい、そこら辺の話をしていこうかなと思ってます。はい、よろしくお願いします。はい、はい、ということでね、皆様からの通信販売にまつわる相談や質問も受け付けております、はい、あの私たちがねこんな感じでいろいろお答えしていきたいと思いますので、はい、質問もぜひお願いいたします。でメールは 780@fmnaha.jp、はい、X 番号は 098-860-0262、はい、はがきは那覇市牧市 2-18-4-1 市 FM 那覇人文無知ラジオまでお願いいたします。はい、お願いします。はい、それでは今日はこの辺で、はい、通販の専門家が教える騙されずに賢く利用する通信販売人文無知ラジオの時間でした。はい、ぜひ、次回も聞いてください。ありがとうございました。